ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が…機械生命体に意識なんかない。そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。言葉を使えるなんて。お礼する。私たちの村に来い。確かに怪しいですが、ここまでコミュニケーションを取れる個体は見たことがありません。確認してみる価値はあるかもしれませんね。
あの資材置き場の担当者が言ってたオルゴールってこれかな。かなり錆びてるけど。死体。持ち主はこのアンドロイドでしょうか。様子からしてだいぶ前に亡くなったみたいですけど。とにかくこの箱を担当者に届けよう。あれは。ああ、トゥービーは見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。宇宙人の考えることはよくわからないです。戦う意志がないってことでしょうか。機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かに、あなたたちにとって私たち機械生命体は敵です。私の名前はパスカル。この村の王様をしています。この村に住む者たちは戦いから逃げてきた平和主義者しかいません。よければ皆さん自身の目